新五州囲和歌州は、直線和歌州、二十巻。二十一大州の二十番目。二条家線の最後の州である。室町幕府第三大将軍、足利義満の失踪により、後江入院の英和元年6月29日、二条多名園が、加盟を受けた。永徳元年5月に支援が死ぬと、二条多めしが、後を引き継ぎ、四徳元年12月に完成した。 英徳二年筆の二条、吉本の女がある。仮数は千五百五十四種。部立は春、夏、秋、冬、雑春、雑秋、離別、気漁、恋、像、借経、神義、経画からなり、周囲和歌集に習う。一方で、金女や四季の部立は、俗周囲和歌集に習った。主な歌人は、二条吉本、二条ため、ただし、ご円に天皇。 二条、試しげ、この絵道継、足利義明、足利義光など。二条試しげに近い人々が多数日衆する一方で、彼と対立した二条ため明に近い人々は、礼遇された。武家や僧侶の日衆も目立つ。諸雑記によれば、早くから、粗雑な歌集と評価されており、落書きになるほど批判されたという。 花風は二条派の平面優美な花風で、特に新しさはない。ありがとうございます。